皆さんこんにちはレック専任講師のともつぐですさて今回はこちらですねはい、えー、2019年週一完成合格フルコースという,う講座ですねこちらのですね、えー、まあ導入といいますか何と言いますかどんな感じの講義を行っているのかというところを、えー、少し、えー、やっていきたいというふうに思いますはいまずですねこちら 1> えー、週1完成合格フルコースという講座なんですけれどもまず最初にですねこちら「基礎力養成コンプリート合格講座」という講座がございます。でこちらなんですけれども使用するテキストがですねこちらですね。 はい、「基本の卓研士」という,うテキストフルカラーテキストですね、えー、こちらを徹底的に活用していきましょうということになっております、えー、週1回の学習で無理なく合格に必要な知識を習得というふうにあるんですけれどもこちらですね通常そのレックの期間講座と言われておりますうースーパー合格講座こちらの方が34回あるんですねでちょうど半分の回数というふうになっています で半分の回数で、えー、全範囲のインプットをやってしまおうという講座になっております。それからでですすねこちらです同時並行で走っていくんですけども学んだ知識は過去問でしっかり復習自分のペースで繰り返し学習しましょうということで、えー、過去問セレクト300攻略講座という演習の講座もございますこちらはですね、えー、通信オンリーということになるんですけどもこちら基本の卓研士合格問題集というものがありまして こちらですねはいこちらの合格問題集全部で300問合格に必要な300問を厳選っていうふうに、えー、載っておりますけども300問のこうね、えー、問題全部の問題を解説していくという講座になっております。 で実際問題ですねこういう問題集的なものっていうものを全問解説するというのはなかなかないんですね。で300問に厳選したこの問題を全問解説することによってですね、えー、このインプットと並行してみていただくということでまあさらに知識の、ね、定着に役立てていただきたいという講座になっております。ででですすねね今回はです、ね、こちらの 基礎力養成コンプリート合格講座の方でどういった講義を行っているのかそれから過去問セレクト300攻略講座こちらの方で、えー、どんな講義を行っているのかまあそこのですね最初の部分をですね、えー、まあプレ講義みたいな感じでやっていきたいというふうに思います。 まずですね、こちらの基本の宅建誌合格テキストを使いますですね、えー、こちらのコンプリート合格講座、基礎力要請コンプリート合格講座の方はどういう感じで講義を行っているのか、まずですね、こちら、まあ、3分冊できるんですけれども、最初の1冊目ですね、こちら、えー、権利関係編のところの一番最初のところをですね、えー、見ていきたいと思います。ですので、えー、皆さんあの、お手元にですね、えー、こちら、基本の宅建誌合格テキストをお持ちでしたら、 えー、テキストを見ながら、えー、講義を受けていただければと思います、えー、手元に、えー、基本の宅検市合格テキストがないという方はですね、えー、こちら画面の方に映し出しながら、えー、扱っていきますのでテキストは、えー、あってもなくても、えー、大丈夫という形にしておきたいと思いますまずですね第1コース意思表示というところこちらのところから学習をスタートしていきたいわけなんですけれどもテキストですねこれ結構権利関係でも薄めのテキストになっておりますでなんでこれ こんなに薄めのテキストなんですかっていう風になると、本当に合格に必要なものだけをギュッと、えー、凝縮したものなんですね。ですので、これはもう本当に最低限のものを書いているというところですので、しっかり全ページにわたってですね、マスターしておいていただきたいというものが揃っております。そして最初の部分、こちらですね。2ページのところです。テキスト2ページ。 契約の成立ととといいいいうこころ、こちらからか見ていきたいと思います。でこちらなんですけどもまず「攻略メモ」というふうに、えー、メモがあメモ書きでいくつか書いてあります。この単元自体はほとんど出題されませんと、はいえー。この第1ポイントのところは、まあ、重要度 C というところから分かります通りほとんど試験問題には出題されません。じゃあこれ何で入れたのと。 ええ、ね、ええ、先ほども言いました通りもう最低限に凝縮しましたと、ええ、じゃあなんで最低限で凝縮したものにこんな試験にほとんど出ないものが載ってるんですかって言いますとここを理解しておかないと後々の勉強に関わってきますというふうに載っておりますねさあまずですねここ勉強の仕方ですねもうこれあのー、ねプレ講義みたいなものですけどもまあ一応やっぱり講義ですからねええ、この 動画だけでも何かを学び取ってもらいたいまずですねこの試験に出るところだけを集中して勉強していきましょうっていうのは一見効率的に見えてですね実は効率が悪かったりしますそれは何でかって言いますと例えばですね 分かりやすい話でするならば、まあ、算数かなんかを考えてみてください。で算数で例えば中学入試をするっていった時に難しいなんか日の計算とか食塩水の問題とか出てきますよねじゃあ難しい日の計算や食塩水の問題の解き方だけを教えて掛け算の区区を知らなかったらどうなりますかって話なんです。それは掛け算の区区なんか出ませんねん中学入試でじゃあ 2×2 は何ですか4ですなんてそんな問題は出ませんよね。 でも掛け算の区区を知らないとその後の比の計算も食塩水の問題もできないじゃないですか同じなんですねここの単元というものは出ません出ませんがここの単元についての知識がないまま先の勉強をしようとすると効率が非常に悪くなるんですねまあ場合によっては理解すらできなくなってしまう場合があるんです なのでここって試験に出る出ないじゃなくて、うん、理解する上で大事なところだからしっかりと押さえておきましょうということになるわけなんです。ではじゃあ契約って何ですかって言いますと一言で言えば約束のことです。契約は両者の意思表示が合致した時に成立します。意思を持ってね、えー、例えばここ ね、売りたいなという意思を持ってそれを表示する「売ります」というふうに、えー、表示をすることそして相手も「買います」「買いたい」という気持ちがあってそれを「買います」というふうに表示する意思を表示することこれが、えー、合致しましたよね、えー「売ります」「買います」というふうに合致しましたのでその瞬間に契約というものが成立しますと。ね、この契約が成立すると所有権が B に移転しますと。 でそしてこの契約をするのに契約の書面契約書というものは必要ありません、えー、契約日常普通にね生活してて結構契約とかって、えー、行うものですよね、えー、売ったり買ったりっていうのは契約売買契約というものです例えばコンビニエンスストアかなんかでね、えー、ガムを1個買うときに書面っていりますか作りますか作ってないですよね はいえー、例えばね、えー、ガムかなんかをですねレジに持っていったらレジの人がですね、えー、いきなりですね、えー、あこの度はお買い上げありがとうございますそれではまずは契約書の作成にいきたいと思います、えー、まずですね、えー、当コンビニエンスストア以下こうとするはですね、えー、友継政宏、えー、以下おとするとガム1個に対する売買契約を締結したでは第1条とかやらないですよね下手したらテープだけ、ね、貼って、えー、そのままレシートももらわずに出ていきますよね。 ですよ。ですので、そこに書面というものは必要ありませんね、えー。もちろん例外っていうものはあります。この先勉強していくと、これはじゃあ書面じゃないとダメですよっていうのはありますけれども、基本的にまず原則として書面は必要ありません。まずこの原則をしっかりマスターしておいてください。そっから勉強が進んだ時に、でも実はね。 えー、保証っていうところでも出てくるんですけどもこれこれの契約をするときには書面じゃないとダメですよっていう例外がこれから出てくるんであってまずは原則をしっかりでこの原則そのものもこちら3ページのところご覧ください、まあ、かなり古い問題なんですけれどもね「売買契約は書面によらなければならない○か×か」という問題が実際出題はされておりますね九1981年というまあ相当古い問題ですけれどもね はいまあ、今はこんな問題出てこないと思いますなぜかというと今はもうとひねってくるのでねだから昔の問題の方が結構素直だったんですね、えー、ですので、えー、最近の問題であればあるほどどん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 ひねってきてますのでだからあの学習の初期段階で意外と昔の問題とかね、えー、やっていくと素直でえちゃんと知識の定着が図れてでそれで最近の問題をやっていくとああじゃあこういうふうにえ素直なものから引っ掛けにいくんだなっていう形でスムーズに勉強って進んでいくんですけれどもね。 はいですのでまず、まあ、書面は必要ないということそしてこちらです売買契約が成立すると所有権が売り主から買い主に移りますなお売買契約の成立に書面はいらないということになるわけですねまずこれが、えー、一番大元の原則ということになるわけですそして契約が成立しました、ね、売ります買いますね売買契約が成立しましたそうしたらどうなるんですかっていうと 一度決めた契約、まあ、約束みたいなものですから当然のことながら守守ららななななけけけけれればばいけないいいんんですすね約束はまませんよととうことになります土地を買うっていう約束をしたら代金支払わなければいけないですし土地を売るっていうふうに約束をしたらちゃんとその土地を相手に引き渡さなければいけないお互い、えー、ちゃんと約束を守っていきましょうよっていう形になるわけなんです。 でこの部分がどうしてこんなに大事なんだって言いますかと言いますとこちらですちょっと目次のところを見てもらいたいんですけれども例えばこの「権利関係」というものでもいくつかこう分かれてますよね今意思表示ってやつをやってますけれども約束は守らなければいけないまずこの原則があるわけです。 ではその約束自体に問題があったらどうなるんですかとその約束が例えば騙されたり脅されたりした約束それでも守らなければいけないんですかねっていうふうに考えていくのがこの第1コースの意思表示のお話。じじゃゃああ約束は守らななけければいけないでもじゃあ うーん例えば未成年者とかが、ね、その約束の内容もあんまり分かっていないにもかかわらず、ねえー「気安くあ、うん」とて「分かりました」っつって返事をしてしまったそれでも守らなければいけないんですかねとね今度は、えー、その人に問題がある場合それでも守らなければいけないんですかっていうのが第2章のこの制限行為能力者の問題になってくるわけですねじゃあ約束は守らなければいけないでもじゃあその約束を破ってしまったら。 ねえー、約束を、ねえー、守らなかったらどうなってくるんですかっていうのが例えばこの第5コースの債務不履行の問題というふうに今の話からこうやって派生していろんな単元というものが出てくるんですね。だから最初のこのこ契約っていうものは守らななけければいいいですよっていうところがやっぱりまず最初として重要になっていきます。でその守らななけければいけない契約 ね、例えば先ほども言いました通り騙された脅されたそういった場合にも守らなければいけないんですかって言いますのがこちらはい次の4ページのところですねはい詐欺脅迫というところになってくるわけなんですさあ、えー、こちらの部分なんですけども詐欺ね、えー、騙すことです詐欺とは騙すことですそして次のページ5ページのところです脅迫と脅すことですと。 さあ、えー、騙された脅されたこれでも守らなければいけないんですかねっていうそういうお話ですさあ、えー、騙されてじゃあまず詐欺の方から見ていきたいと思います脅迫も一緒なんでね詐欺とは騙すことです騙されて契約した場合も、えー、その契約守らなければいけないんですかっていうお話なんですけれどもご覧くださいはい まず A という人が、えー、この土地は将来値下がりするよ、ねえー。B の持っている土地があったわけですよ。で、それに対して A が、いや、絶対値下がりすると、うん、この土地は値下がりする。ね。でも今だったら私が買ってあげますよっていうふうに言いましたと。はい。えー、それに対して、えー、そうなんですかだったら買ってくださいというふうに B がですね、えー、売るよっていうふうに言ったわけですよ。さあ、ここでポイントなんですけれども、いいですかこの A は、 今なら私が買いましょう買いますと言いましたねそして B ははいだったら買ってください売りますって言いましたよねそうはい売買契約というのははい先ほどに戻りますけれども売ります買いますという意思表示が合致したときに契約というのは成立するんですよねということは問題ですこの状況売ります買います言いましたねはい契約は成立しますかしませんか 成立しますすよねいいですかだって売ります買いますって言ったんですからそうまずこの契約は有有効効か無効か無と言われたら何で,すいいで,すかなんでって言ったら先ほどの契約のその成立のところにちゃんと合致してるじゃないですか、ね、意思表示が合致した時に契約は成立するわけじゃないですかですので「有効か無効か」というふうに言われたら有効ですいいでしょうか でもでもじゃあ有効だからはい契約ははいこちらですね、A、3ページのところ一度決めた契約は守らなければなりませんというこの原則通りにしたらそれは騙された人がかわいそうですよね。なのでかわいそうなのでこの有効であった契約をなかったことにしよう取り消しをすることができるというふうにしたわけなんです。はいよろしいでしょうか 取り消しというものをすることができますよということになりましたではこちらここご覧くださいはいアドバイスと書いてあるところですね詐欺による意思表示は無効であるという問題が出たら答えはバツですなぜですか無効じゃないからです有効だからですだって売ります買いますの意思表示は合致してますもんねですのではい無効であるという問題が出たら答えはバツになります無効と取り消しは違います 無効というのは最初から何もないってことなんですそれに対して取り消しは取り消すまでは一応有効で取り消しをした瞬間に契約した時に遡ってなかったことになるっていうことなんですまずこの区別をしっかりとしておいてくださいでこの意思表示の問題と言いますのは特にあの 第2コースの制限行為能力者のところで多いんですけれども無効と取り消しを逆にするパターンの問題っていうのは多いんですね例えばこれこれは無効である丸か,か×かいや×です無効じゃなくてこれ取り消しができるんですよとかですねそういう問題が多いので無効なのか取り消しなのかちゃんと押さえておかなければいけないんですでは詐欺の場合はそう取り消しができるんですよね無効ではないですよろしいでしょうかだからあるもものに対してて今詐詐欺欺をやってますけども詐欺は 取り消しができます、ね、でそれに対して例えば、えー、後でやります、えー、虚偽表示とかですね後でやりますというか、まあえー、本編の、ねえー、本当の,この週一完成フルコースの方ではこちらの方もやっていきますこちら虚偽表示こちらはって言ったらこちらは無効なんですこれ取り消しができるじゃないです無効なんですっていうふうに一個一個のものについてこれは、えー、無効これは取り消しができるっていうふうに、えー、分けて学習をしていかなければいけないということなんですね。 はいで脅迫も同じですですはなんで、えー、詐欺や脅迫は取り消しをすることができるんですかっていうとそれは騙された人や脅された人がかわいそうだからですわかりますね騙された人脅された人この人がかわいそうだから取り消しをすることができるじゃあ取り消しをするとなかったことにできるわけですね、えー、例えば、えー、こちらに関しても はい、えー、詐欺騙されて売りますというふうに言ったから、はいえー、売りますね有効ですからまあね、えー、土地かなんかを渡すとね、えー、まあもちろん渡す前か後かどちらでもいいんですけれどもそれで、えー、やっぱり、えー、取り消しをしますっていうふうにすると最初っからなかったことになりますのでそう。 えー、この土地を、ね、渡す必要はなくなるわけだし、えー、もし渡したのであれば、えー、取り消しなかったことになるわけだから元に戻さなければいけないということになるわけですね。よろしいでしょうか。さあ、えー、そしてじゃあ土地を渡しましたね、えー、土地を渡しました取り消しをします取り消しですっていうふうに言った時にですねはいじゃあそのまま元に戻さなければいけないんですが。 ではその時に第三者が現れてしまったらどうなるんですかっていう話なんです。はい例えばですねこちら、えー、5ページのところですね。はい5ページの下のところです。悪徳業者 A が詐欺や脅迫の被害者である B から買った土地を事情を何にも知らない C に売ってしまったとしますと。はい。さあそうしたらどうなるんでしょうかってことです。事情を何も知らない。ちなみに法律の世界では事情を知らないことを善意。 事情を知っていることを悪意と言いますこれあの善意って、えー、この良い,いっていう意味とか悪意で悪いっていう意味は、えー、基本的にないと思っておいてください、えー、善意って出てきたらあ事情何も知らないことなんだな悪意って出てきたらあ事情をちゃんと知っていることなんだな、えー、こういうふうなイメージはまず持っておいてください ねね、このね勉強の最初ってなかなか耳慣れない言葉が出てきたりとかですね、えー、ちょっと、えー何えー、法律の世界では普通と違う使い方するのっていう言葉が出てきたりとかですね、えー、ちょっとそこに慣れるのに時間はかかってくると思いますんでまあこういうところをですね少しずつ少しずつでいいから慣れていけるようにしておいてください。特にですね、まあ、こちらのこのね、えー、今回これ、えー、コンプリート合格講座、えー、こちらに関してはもう17回。 ねえー、先ほども言いました通りそりスーパー合格講座の半分ぐらいですから、えー、そうすると、ねえー、まあ2回聞けるってことですよね通常で言うならばだから1回だったら、えーね、あの耳慣れないものも2回繰り返せば耳に入ってきますから、えー、聞き慣れていくっていうところもできると思いますしね、えー、ですのでそういう使い方をすることもできますですのでまずいいですかこういう言葉しっかり、えー、まず押さえておいてください。 では事情を何も知らない第三者に売ってしまいましたそうしたらどうなるんですかって言ったら例えば B がですね、えー、A に、えー、渡しました売りました。 でその売り物を C に渡してしまいましたって言ったら B が取り消しっていう風に言っても A からすればいやもう売っちゃったしないしっていう話になるわけですよね。でそうすると B は C から取り返せるのかって話になってくるわけですよ。で B が C から取り返すことができるのかってことなんですけども考えて,て考えてみてください。取り返されたら取り返されたで C もかわいそうってことになっちゃいますよね。 そうこれで、えー、せっかく手に入れたものを取り返された C はかわいそうそうかわいそうな人が2人出てきた時にどちらを守ってあげましょうかっていうことになるわけなんですね。ははいいそれが、えー、6ページのところです、はい 民法はどちらのの見方をするのでしょうかこの場合だまされた人と脅された人で扱いが変わってしまいますというふうになりました、ね、ここにいろいろ書いてありますけれどもちょっと別の角度からまとめ直してみました、はい、これ何かと言いますとですねどういうことかと言いますとですね詐欺の被害者だま、ね、されたわけですよねかわいそうですよねかわいそうポイント1ポイントあげましょう。 脅脅迫の被害者、脅されかわいそうポイント1ポイントあげましょう、はい、事情を何にも知らないで取られちゃった人、ねえーまあ、事情を知らないで、えー、買った人がです、ね、いきなりです、ねえー、なんか取り返されるんだったらかわいそうですよねかわいそうポイント1ポイントあげましょうでも事情を全部知ってるっていうんだったらこれかわいそうじゃないですよね。そう。 えー、だってこれ事情を全部知ってるってことはどういうことかって言ったら、えー、A と C がつるんでるってことですもんね。